はい、ブワッって書いて、ブワッって書いて、入ったら消すから間に合わないんですよ、書くの必死なんですよ。一枚本が書いてあるのを書くぐらい、そんな余裕なかったかな。そうです、はい、で今見るんですよ、すごいいいこと書いてる、皆さんこんにちは。セノンプレゼンツベースボールペディア、いつもご視聴いただきありがとうございます。さて本日はスペシャルなゲストお二方にお越しをいただいております。荒木大輔さん、そして川崎健次郎さんです。ようこそ。はい、どうも、よろしくお願いします。お願いいたします。ということで、まあ、ヤクルトでの先輩後輩という間柄でもあるお二人でいらっしゃいますが、はいはい、89年から95年にヤクルトスワローズで共にされていらっしゃる、はい、ということですね、はい、こういう形というんでしょうか、お二方でお話になる機会というのはあまりないです。 あまりないというか、ほと初めてですね。こういうのこういう形は初めてですね。もう大先輩だから、もう憧れの先輩なので、なかなかもう喋ることもないですし、喋ることも、あ、なるほど、喋、あんまりこう関わりっていうか、まあ、現役の時はね、はい、あれですけど、まあ、接する機会という意味ではなかなかなかったという。結構チームも別々だったでしょ、はい、彼ら、まあ、現役のあれは別として、彼が中日行った時にはもう僕はもう現役引退してて、はい、解説の仕事とかで、要はインタビューとかやったり行ったりとか、はい、そんな感じだったし、その後まあユニオームとかロッテだっけ、ロッテのユニオーム来た時なんかはまた別だったし、はい、だからそういうんで、なかなかこういうのはなかったんで、なんか嬉しいですね。ねぜひあの川崎さんからも先輩のお言葉引き出していただいて、いやもうじゃん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 もう荒木さんに喋ってもらいます。じゃんじゃんもいろいろ花を咲かせていただければと思いますが、お願いします。お願いいたします、はい、ちょっとあの荒木さんとも気になったのが、川崎さんのそのおしゃれな T シャツ今日着てらっしゃいますよね、はい、といういきなり振られますね。これね、荒木さん、はい、どう読みますか。ビビンコ。ビビンコですよね。ビビンコ。ね。ビですよ。ビですよね。下唇噛む。そう、噛んでください。発音があるんだね、ちゃんと。ビビンコ。いや、あんまりないですけど。え、どこの言葉ですか。これあの方言なんですよ。ということ大分。大分の。お、はい。大分でビビンコという方言がある。はい。はい、そうなんです。これどういう意味かわかりますか。全く分かんないよね。分かんないですよね。だってね、全然ね、地元でも分かる人と分かんない人いますからね。そうですか、はい、その下の下の柄は何なの。これはあのただ単になんかかっこいいからつけていただけなんですけど、意味はないんだよね。意味はないです、うん、はい、これどういうシチュエーションで使う言葉でしょうか。これですか。分かりやすく言えば、パパビビンコしてっていう時に使います。パパビビンコして、荒木さん、はい、じゃあ子供が使う、ね、子供が使えますね、メイン。はい、遊んでとかね。そうですね、はい、あパパ遊んで、まあまあ、ビビンコ、まあそんな感じですけど、まあ要するに肩車。要するに肩車。要するに肩車。全くだって都会の真ん中で育った人は絶対わかんないでしょ。それはわかんないよ。大分でもわかる人とわかんない人がいるぐらいですから ね、 ね、どこが肩車なんでしょうかね。わかんないですね、でも大分の中だと僕はビビンコなんですけど、はい、あとねなんかいろいろあるんですよ。あ、肩車、肩車っていうだけでなんかもう 5,6 種類あって、なんかね、あの日田とか中津っていうところがあるんですけど、はいはい、あそこだとなんかベベンチョとかね、なんかね、それも肩車だよ、ね、それも肩車です。ビンビンことかね、なんかいろいろあるんですよ、そういう言い方が。いいですね、でもその、はい、いや方言は羨ましいんだけど、めんどくさいよな、でも、まあまあ、東京の人間に言わせると、まあそうですね、そうですね。まあでもね、このアルファベットにすると非常にちょっとおしゃれでね、いらっしゃいますし、これオリジナルで作っていらして、はい、そうです、はい、はい、そうなんですよ。あの欲しいという方がいらした場合に譲っていただけるんですか。まあ、作りますので受注生産で、あ、受注生産でお問い合わせいただければ、はい、お問い合わせください。はい、はい、ビビンコ T シャツご紹介でございました。ありがとうございます。すいません、お付き合いありがとうございます。ということで、はい、本題といいますか、はい、お話し進めてまいりたいと思いますが、1990年に野村監督が就任されまして、荒木さん、どんなことが変わりましたか。僕ね、その頃リハビリ中だったんですよ。肘のリハビリ中でいたんで、はい、僕ほとんど話したことないです。あ、そうですか。あの、野村監督のスタートの時ですね、はい、僕はあの
怪我から復帰した時が最初なんで、それはもうこっちの方が。そうですね、川崎さん何か変わったチームが、はい、ですと雰囲気ですとか。そうですね、だから野村さんって全く面識ないわけですよ、それまでは、はい、もちろん知ってはいましたけど、やっぱ昭和の人でスター選手でってなったら、うん、でまだパリーグにもいたんで全く分かんないんですよね、だから僕からすると何が一番怖いかって、どんな野球するかとか、その前にどういう練習させられるかっていうのがめちゃくちゃ怖かったんですよ、またなんかぶっちゃくちゃ走らされるんじゃないかとか、もうその恐怖があって最初はやっぱ構えてみてたんですけど、意外とノムさんが今の野球の礎を築いたんじゃないかって思わせるんですけど、そのなんていうんですか、ノムさんってそうむちゃくちゃやらせないんですよ、合理的にやれって言うんですよね、はい、だから走って上手くなったらみんな上手くなるって、はい、だから頭使ってちゃんとやれって言って、だからその多分ランニングなんかもそんな、だから関根さんが厳しかったんで、そう、だからちょっとだいぶこう減ったというか、なるほど、厳しさという点では多いけど、多いんだけどちゃんとこうメニューとしてあったんですよ、で、あとウェイトトレーニングなんかもあの頃からですね、アメリカからトレーニングコーチ呼んで、はい、エビオさんね、それがやっぱりだんだん今のそうですね、なんか元になったような感じがしますね、だって関根さんの時もむちゃくちゃでしたもんねこの間あの練習メニューに出てきたんですけど、あのマウイ行ったじゃないですか、もうあの何回直線覚えてますすごい走ってるね、もう延々走ってますねで 50m50 本、100m 何十本で、嘘でしょっていう、それぐらいのあれだったんですけど、あれ、お前は伊藤キャンプ行ってんの？行ってないです。行ってないの？はい、あのジャイアンツ の、はい、あの地獄の伊藤キャンプっていうのがすごく有名なんですよ、あの昔の江川さんとか、はい、西本さんとか、はい、若手篠塚さんとか、あの人たちが鍛えられた、はい、そのメニューをそのまま関根さんが持ってきたのよ。あ、そうなんですか、うん、で、あの関根さんはその当時のヘッドコーチをやってたんで、要はその時のメニューを多分作ってたんだと、で、そのまま要はスワローズの監督になった時に持ってきて、秋のキャンプで俺らはやらされてた。その時はいなかったんだよ。その時いないんです、うん、でそれぐらいの練習をやる人だと、要は昔式の、だけどさっき健二郎が言ったように、野村さんは合理的という か、 だからそなんだろう、無駄をどんどん省いていく監督だったんで、だからそういう部分ではだからすごく減ったのは減ったんだけども、なんかこう説得力もあったよね、だからミーティングとかでね、ちゃんと説明はしてくれるし、そうですよね、その監督ミーティングというのは、野村監督のミーティングというのは実際どういうものでしたか？もう、はい、こうあミーティングとか講演です。ああ、講演もうなんかその初めはその野球の話ではなくみたいなところから、はい、社会人として、社会人として、はい、1日2日はね、もう毎年そうなんです、31日から始まるんですよ、まあ、ユマ行ってて、はい、1月31日から始まるんですけど、もう大体その頃からまあ、あの新人もいるし他から来た選手もいるし、みんなそういう人は知らないわけじゃないですか、 それまでの話って、はい、だから最初は1日2日は人としてっていうところが始まるんですよ、でそれから実技に入っていくんですけど、まあそれぐらいすごかったですね、大体もう1時間から1時間半俺大丈夫だったろ、はい、面白かったでしょ話、はい、あの面白いっていうか、まあ、眠かったですけど映すのが大変で、あとはだからご飯が6時からなんですよ、はい、ミーティングが7時からなんですよ、あ、そう、食べた後なんですね、もうだから眠いじゃないですか、うん、でもノムさん、はい、うわーって書いてすぐ書いてんだよな、ずっと書いてホワイトボードに、なんでもう書いたら消すから虫食い多くて未だになるほど、間に合わない間に合わないんですよ、書くのに必死なんですけどでもそのノート今、はい、まだこう手元に、はい、終わりなんですね、あります、うーん、もういい教科書、みんな持ってるな、みんな持ってますね、多分一茂さんぐらいですね持ってないのドラえもんが書いてあるのは一茂ぐらいああ、うん、聞きますねその逸話、うん、あそんな余裕なかったのかなそうです、はい、そういうことなんでしょうね、うん、僕らはね最初あの要はリハビリも兼ねてたんでファームの方のサイトにいたんで、野村さんの要は講演じゃないわミーティングやったやつが、はい、あの当時はまだカセットテープだった、カセットテープそれでカセットテープが週1回かワンクールに1回かなんかがサイトに送られてくるの、
今から。そうなんすか。昔 のカセットデッキあるでしょ、はい、これぐらいのカセットデッキに前のテーブルに置いてガチャってやってやるんだけど、あのリハビリ組を含めてファームにいるメンバーは、はいはい、だけどもう全然ザー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 言って、もう何言ってんのかも分かんないし取れてないんですね。そうもったいないですね。いや昔はそうだった。でそれがちゃんとこう書面化されていくんだけれども、要はだからその後に僕はだからリハビリが終わって、要は一軍の方に合流させてもらった時には、だから野村さんのミーティングを受けてないものと受けたもので分けられたじゃん、覚えてない。それで要は俺は受けてなかったんで、そこに参加して、だから要は一緒、もうずっと書いて、でその時も野村さんは絶対紙を渡してじゃなくて全部書いてたからね、手帳見ながら。すごい勉強してんだよね、あの人は。そうですよね。全然もうなんていうんだろう、こう嫌にならなかったというか、面白いですよね。こんな一生懸命やってくれてるんだっていう思いの方が強かったかな。だから俺にはドラえもんの意味がわからないんだよ。そこですね。やっぱね、一茂さんもやっぱすごいですよ。すごいな。ある意味、あれ頭に入る入んない別として、やっぱ聞くし書かなきゃって思うのが普通の感覚だろうって思う。まあ、ドラえもんだし寝てるしみたいな。まあでもその監督の熱意というのがもうビシバシビンビン伝わっていらしてたんですね。うん、でね、サイトのキャンプの時には監督室が空いてるんだよな、ドア。空いてて、どこでしたっけ、あの2階のところの椅子にあるのよ、はい、で横に冷蔵庫みたいななんかがあって、あそこへなんか取りに行った帰りとか行くと野村さんがこの隙間から見えるのよ。でテーブルでいつも何か書いてるの。何に書いてるのか分かんないんだけど、俺はその姿しか印象になくて、全然休まないんだ、もう本当に野球漬けなんだなと思って、この人とか思っていたのが、ものすごく野村さんの印象としてあるのかな。ね、だって野村さん持ってるノートだってこんなになってますもんね、うん、それが何冊もあるんで、多分だから本大好きなんで、ええ、本を読んで多分その中からピックアップして多分書いてるんですよ、うん、それを僕たちにこう教えてくれてっていう、はい、そういうのだから、もう書くのも大変だけど覚えるのも大変だから、当時はもう余裕ないんで見てないんですよ、ノートは。で今見るんですよ。見返す余裕がっていうことですね。今見るとすごいいいこと書いてるんですよ、だから今実践してますもん、そうだな、当時見てないな、読んでないね、はい、余裕ないです、ね、そうですよね、まあ、そういったものも残してくださったということですよね、ひっくるめて、はい、野村監督が、はあ、ちなみにそのいわゆる野村監督のアイディ野球というのはお二人にとってはどういうものでしたか。アイディ野球というか、ほとんど準備、うん、準備野球ってよく言われてましたけど、だから全てが準備なんで、だからまあ要は学校でいうと予習みたいな感じですか、全てこうそうやって自分の中でも整理して、はい、イメージしてそこにこう向かいなさいみたいな感じですかね。川崎さんどういうふうに。いやでもまさにそうですよ。 ID はだからそ、まあ、要するにデータをね、はい、まあ、中心としたっていうか、まあ、今までと違って、まあ、体力っていうか技術プラス頭を使いなさいっていうのが野村さんの野球なんで、こういうデータなんかは基本的にはまあ頭に入れてると、うん、大まかなことは全部は入んないんですよ、うん、だけどまあそういうのは入れて困った時に使えっていうのが野村さんの考え方なんです。マウンドでよく考えるようになりましたよ。なあの、はい、この場面で、あ、こいつどうやって攻めんだっけとかっていうのをすごく考えるようになったのはだからあるよね、はい、だそれはやっぱり準備だったと思うんで、こういうこと資料もそうだし、うん、話もしてくれるので、あ、こういうこと言ってたなとか、うん、はい、そういうのを思い出したりとかするようにはなりましたね、うん、だからこうマウンドでこうバタバタしなくなったので、ね、はいはい、引き出しがこう頭の中にこういくつか入ってるんで、うん、はい、相手のだから大まかなその、ね、弱点とか、うん、まあ、大体インハイアウトローなんですよ、はい、8割は打てないって言われてるんですよ、ええ、でそこがまあメインとしてあって、うん、でまあ、基本球って言われる、まあ、アウトローストレートっていうのがね、それをまあ中心にまあ組み立てるっていうことになるんですけど、うん、まあ、困った時にどっち行くかとか、はい、こういうのとかあの変化球だとか、あとまあ何積極性だとかね、バッターの
消極性とか、まあ、いろいろそういうバッターの癖だったり、ね、そういうのはやっぱ考えるようになりましたよね。追い込まれたらこういう球が弱いとかね、今までそういうデータなかったじゃないですか。であとカウントによるバッターの、心境だとかね、12種類あるの、はい、00から23の、はい、その時バッターがどう思うかとか、だからああいうのを全部一個ずつ書いてくれる、そのミーティングの時にそういうのが頭入ってると、あバッターこうなんだとか、いやそこで初めてそのバッティングカウントっていうのを覚えましたもんね。覚えたというか知りましたもんね。あだからバッティングカウントなんだっていう、そうピッチャーの有利不利とか、そんな感じですね。まあ、ではその野村監督から学んだことというのは、まあ、一つ二つではないということですよね。そうですね、まあ、本当に今そうなってるかは別として、人としてから始まってるので、そうですよね。いい大人になってね、だからこんなのどうかと思いますけど、でもまあそうしていこうっていうような、実践していこうっていうようなのは、まあ数年前からだん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 やっぱり指導者となった時に、やっぱりだんだんそういう風になったりとか、あこんなこと言ってたなとかって、これしちゃダメだなっていうふうにちょっと我慢しようとか、なんかそういうのにこうつながったりとかしてるんで、で野村さんやってて嫌だったなって言って、あこれ絶対野村さんの真似するのやめようとか、おそうですか、反面にね、反面教師もこういうふうにやられたら嫌だから、あのちゃんと声かけてあげようとか言わないじゃない、ああいうのは良くないよなとか思って。うん、でもやっぱり元はやっぱノムさんなんですか、多分荒木さん多分あるんだと思う、だからそれって、いやもうだから多分あれなんですよね、もう刷り込まれてるんです。絶対そうですよね、本当そうなの。それで結構ほら成功例があったりとかするじゃない、はい、そうするとやっぱりそうなっちゃうよね、やっぱり。あの、ね、僕は結構こうやっぱりあまり良くしてもらってなかったんで、何かこっち昔やろうとかっていつも思ったのだから、俺はクソとか思ってそうやってたんで、だから僕はどっちかというとそういう方だったんで、そういう立ち位置だったんで、だからなんとかこうしてやろうと、だからもう本当にほとんどが反面、真似すんのやめようとか、そっちの方。あそうなんですか、意外ですね。それはじゃあ川崎さんと監督の関係性とまた違う感じですか、野村さん今の荒木さんのお話。いやというかもうやっぱり今ほら多いじゃないですか、監督コーチになられてるヤクルト出身者って、当時の、はい、いや大本はやっぱりあの野村さんなんだろうなってやっぱ思ってたんですよ。だから大本なのよ、あの大本だから、そうそれがあるから、そう反面教師っていうことなの、もう何取り入れてる感じ。あだから例えば準備しなさいとか、こういうちゃんとしたことっていうのはもう、はい、身についてきてるから、それはそのまま伝えられるけど、はい、それ以外で自分がこうやられてって変だな、変なこうことがあって、うん、野村さんにこう嫌な思い、俺は嫌な思いしたから、だからそのことはだから、うん、これは絶対しちゃうとか、あのあ両面、まあだからいいとこは取って、自分がやられたことはもう選手にはやらないでおこうと思う、うん。だからそれが野村さんが残してくれたことなので。あだから尊敬もしてるし、はい、嫌いなのもあるし、うん、俺はそうなの。でも確かにもうそれも含めて、まあ現役時代からこう考えさせてくれる監督だったんだなというイメージですね。うん、だからね、あの最初に関根さんの話出たけど、関根さんの後に野村さんじゃなかったら多分成り立たない話だと思うんだよね。野村さんの後に関根さん来たら多分もうみんなバカにしちゃって全然動かなかったと思う、あのメンバーが。うーん、ちゃんとこう神様がね、野球の神様がちゃんとこう順番でこう与えてくれてんだなっていうのはものすごく感じて、うん、確かにこう今振り返ってみたらあの流れってすごく良かったような気がするんですよ ね、 いいよね、はい、で多分古田なんかが関根さんと来たら多分結構戸惑いがあったりとかあったのかもしれないし。それはどういうことですか。いや古田がもう先にできちゃってることで言ってるんで、だから要は関根さんの存在っていうのがあまり必要じゃなかったのかもしれないし、で古田なんかは入ってきていきなり野村さんだからもうそこに全部叩き込むの、うん、古田の上いっちゃってるんで全部がこう古田にこう降りていくような感じになってきたんで、じゃあまあその監督のまあ順番といいますか、そういったものも相まっていわゆる黄金期というじゃないのかなっていうふうには。まあ、実際その野村監督になって
て、まず92、93年のリーグ制覇というのがありましたが、はい、ありましたね。もう荒木さんの、ね、もうその時はもう荒木さんですよ、ね、不敗神話、はいはい、まずではどういうふうに見てらっしゃいましたか、川崎さん。いやいや、まあ、例えば、まあ、シーズンのことで僕も92年いなかったし、あんまよく分かんないですけど、93年、92、93、例えば日本シリーズとか取ると、はい、もう荒木さんが挙げればとにかく負けないんですよ、うん、だから絶対荒木さんはどっかにローテが組まれるだろうなってのは分かって、だから僕はだから92年に神宮のスタンドで見てたんですよ。怪我したの？はい、湯まで捻挫して1年間棒に振ったんです、肘に来て。ああそう、はい、全然覚えてない。そうなんです。ってことは92年はじゃあリハビリ一緒にやってたということだね。リハビリもやってました。俺が上に上がるまで、はいはい、復帰するとき、はいはい、そうなんだ。そうで荒木さんが投げてて、あの強い西武に勝つわけですよね。でもう荒木大輔不敗神話っていうのがブワーって流れて、93年もそうだったんですけど、はい、だからまあ荒木さんもすごいやっぱ苦労しているところを見てるし、ね、で勝ってほしいなっていうのはすごい大きかったですよね、はい、僕からしたらもうずっとやっぱりもうスーパースターですもん、そうですよね、はい、でもそのスーパースターがその92年というのは、まあ、復帰というのは終盤、シーズン終盤で、そこまで、まあ、実に4年ぶり、4年半、4年半ぶり、うん、そっか、それは、そっか、肘というと腰もやってましたからね、うん、でもその長、まあ、長期の離脱からの復帰というのはすごいことではありますけれども、実際どういう心境で、どうなんですかね、うん、怪我のまま終わりたくないというのは、思ってましたけどね、まあ、多分みんなそうだと思うんですよね、リハビリしてたら、はい、やっぱこのまま終わりたくないし、うん、もう一回マウンドに立ちたいという思いが、健次郎なんかもそうだと思うし、はい、だからそういう中でやってたので、ただチームが関根さんの時代から野村さんの時代に変わったん でメンバーもだいぶガラッと変わってきたんで、うん、ピッチャー陣もね、岡林とか西村、伊藤友とか、はい、が入ってきて、ただ全然違うチームで、キャッチャーも古田がポンっていてくれてみたいな、ね、感じになったんで、いや僕ら実際上に上がった時はもう本当に別のチームでしたから、上がった時にはガラッと変わってるね。もう飯田哲ちゃんがセンターに行ってとか、うん、だ哲也もうだから飯田哲也っていうのは僕の中学の後輩なんですよ。ああそうだ。だからそういうのもあって、だからああ哲也もいるしみたいな感じでこう上に上がってったんで、でも多分93年はもう完全に上がってたんでしょ、普通に投げてたろ、日本シーズン投げてました、シーズンから、